はい、本日アンダースローにご参加いただきありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。ダッチさんに、はい、アンダースローに関する質問をさせていただこうと思うんですけど、いいですか？はい、はい、じゃあまずダッチさんがアンダースローに興味を持ったきっかけっていうのを教えていただければと思います。はい、きっかけとしてはこうやっぱテレビで見た時になんかすごいかっこいいなって思ったのと、なんかどうせこうなんか上から投げるよりかは下から投げた方が面白いんじゃないかなっていうので興味を持ってました。はい、あ、じゃあもう自分のなんて言うんだろう、興味関心っていうか、はい、やってみたいなっていう、そういうワクワクした感じで始めた感じですかね。はい、きっかけはそうです。これから例えば、今の時代ってネットっていうか、はい、YouTube だったりとか、すごいいっぱい動画があるじゃないですか。はい、なんかこういう選手になりたいなみたいなのってありますか？あ、理想のピッチャーだ。そうですね、はい、自分ナックルを投げてみたいなと思ってます。ナックル、はい、はい、やっぱそれもアンダースローと同じで、と人と違ったことやって、でもこうなんか面白い感じで野球ができたらなという感じではあります。なるほど、はい、今大谷選手が二刀流とか流行ってるじゃないですか。はい、はい、ナックルとアンダースローの二刀流なんて思ってますか？言われてみれば確かに、はい、それも二刀流ですよね、もう歴史としては。そう、二刀流になりますね。打ちづらさの二刀流いやすごい、確かにそれは新しい考え方でいいかなって今私もやってみたいと思ってましたちなみにダッチさんは、野球を始めたのが結構遅かったんですよね。大学から始めました。大学から始め、それはもうサークルでみんなで集まってっていうスタートは、はい、一応部活という形で、春と秋にリーグ戦があったので、部活という形でやってました。なるほど、じゃあしっかりと最初どうでした、ついていくの大変じゃなかったですか？もう全然ノックが取れなかったり、バットにボールが当たらなかったり、はい、でもそれが今もうこうやって普通にキャッチボールも当たり前のようにできるようになるわけですもんね。はい、そう考えるとアンダースローも、こういう30歳、40歳ぐらいになってからでも、はい、全然挑戦するのはなんか楽しみになってくるんじゃないですか。なんかどんどん練習すれば投げていけるんだろうなっていうイメージを持ってます。ああ、いいですね。ちなみに今日トレーニングしたじゃないですか。はい、ダッチさんの中で、あ、このトレーニングなんかこれからも続けていきたいなみたいなのってありました？なんか腰を落としてこうボールを交互にタッチするというやつの、はい、股関節のやつですね。はい、ちょっと股関節が硬いっていうのは自覚があったので、はい、そこ柔らかくなったらスムーズに投げられるのかなっていうイメージなんか、あ、確かに。あのトレーニングは本当におすすめで、はい、7歩分しか使わないじゃないですか。はい、だから廊下でもできるんですよ。あ、別にボールじゃなくてもペットボトルでもいいわけなんで、はい、あれはもうどこでもできる便利なトレーニングということでおすすめです。はい、ぜひやっていただければと思います。はい、じゃあダッチさんがこれから草野球とかで、マウンドとか上がってアンダースローで投げるってなった時に、はい、自分が理想とするアンダースロー像みたいなのってありますか？やはりこう投げ打ちづらさがあると思うので、はい、なんか相手バッターがなんで打てないんだろうみたいな感じで、はい、ちょっとなんだろう、そういう惑わすようなピッチングができたらなと思ってます。なるほど、相手からしたら嫌なやつですよね、はい、なんで打ち取られてんだろうみたいな、はい、なるほど。いや、そういうのもすごいチームとしては大事な存在だと思うので、ぜひそういうピッチャーになってほしいなと思います。はい、ドリームドア、はい、本日ありがとうございました。またいつでも連絡していただければ、こっちとしてもスケジュール調整するので、はい、また時間があったらぜひまたアンダースロー塾に来ていただければなと思います。はい、本日どうもありがとうございます。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。ドリームドアの室内練習場は JR 金町駅南口から歩いて10分のところにあります。下町風情ある町並みを抜けていくと左側に緑色の看板が見えてきます。はい、こちらがドリームドアの室内練習場です。中に入ると鮮やかな人工芝が広がっています。設備も最高です。またドリームドアではアントラーグローブを販売しています。特徴としてアントラーの職人はコンピューターミシンを使用しておりません。すべて職人の手足の微妙な感覚で製作しており、一つ一つに職人をはじめ設計者も含めた心のこもったグローブとなっています。基本的にオーダーのみの販売となっており、価格が 45,000円からとリーズナブルなのも魅力です。興味のある方はぜひお気軽にお問い合わせください。それではまたお会いしましょう。